綾部吉寿4月18日から1980年2月14日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。旧姓、矢野。大分県出身。農業、矢野木三郎の息子として生まれ、綾部伝一郎陸軍少佐の養子師となる。中学最最高、熊本陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1915年5月。 陸軍士官学校を卒業し、同年12月、陸軍騎兵将尉に任官、騎兵第12連隊付となる。陸軍騎兵学校で学ぶ。1918年8月から翌年7月まで、シベリア出兵に出動。再度、騎兵学校で学んだ後、1924年11月、陸軍大学校を主席で卒業した。騎兵第12連隊中隊長。 陸軍省軍務局下員、ソ連駐在、参謀本部員、県軍レブ員、関東軍参謀、参謀本部課長などを歴任し、日中戦争に、騎兵、第25連隊長として出征した。第3軍参謀などを経て、1940年8月、陸軍省省に進級。第3軍参謀副長、参謀本部付などを歴任。 1940年12月から翌年7月まで山下施設団の一員として軍事関係視察のためドイツに出張した。参謀本部第4部長を経て太平洋戦争海戦を関東軍参謀副長として迎えた。第1方面軍参謀長からガダルカナル島の戦いをめぐる船舶問題で東条秀樹首相と対立し更迭された。 田中新一陸軍中将に代わり参謀本部第一部長となりガダルカナル撤退を進めた。南方軍総参謀副長を経て、1943年10月陸軍中将に進級。第七方面軍参謀長としてシンガポールで終戦を迎え、1946年12月に復員した。戦後、 1955年3月から1970年3月まで三菱重工業顧問を務めたほか、1955年9月24日防衛庁顧問に就任している。ありがとうございます。